イギリス、ロンドンのビクトリア駅場にあるビクトリアプレイス内の店舗。シドニーのドライブスルー型店舗のメニュー。オポルトはオーストラリアを拠点として国際的に展開しているポルトガルをテーマとしたファーストフードチェーン。オポルトの看板料理はポルトガル風の軽肉料理である。オポルトはオーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国、イギリスに 100カ所以上のイートインやテイクアウト形式のレストランを構えているが、その大部分は本社を置くオーストラリアのニューサウスウェールズ州内に位置している。以前は中国の各地にも展開していた。オポルトの最初の店は1986年にポルトガル系オーストラリア人のアントニオセルケイラによってニューサウスウェールズ州ノースボンダイに開業したが、当時の店名は ポルチュギーズスタイル、ボンダイチャーコールチキンといった。オポルトという名は、ポルトガル第2の都市であるポルトに由来している。オポルトは、1995年に、最初のフランチャイズ店を出し、2005年1月には、ビジネスレビューウィークリーン市に、最も急成長しているチェーンとして紹介された。2007年の時点で、ニューサウスウェールズ州に100点、クイーンズランド州に14点、 ビクトリア州に8点、オーストラリア州と特別地域に5点、南オーストラリア州に5点、ニュージーランドに6点が展開していた。2015年の時点では、ニューサウスウェールズ州に91点、クイーンズランド州に13点、ビクトリア州に9点、オーストラリア州と特別地域に5点、南オーストラリア州に10点、西オーストラリア州に10点、ニュージーランドに9点が展開していた。 一部の店舗は、オポルトエクスプレスと称して提供する商品を限っており、ほとんどの場合、こうした店では、朝食メニューは提供されない。オポルトは、2009年1月に、イギリスで、最初の店をロンドンのビクトリア駅に出し、2011年2月25日には、アメリカ合衆国で、最初の店をカリフォルニア州ランチョクカ家ンがに出した。現在では、オーストラリア、 ニュージーランド、イギリス、アメリカ合衆国と世界中に100以上の店舗が展開している。出店形態にはドライブスルー、ショッピングセンター、路面店の3種類がある。2007年7月、クアドラントプライベートイクイティとクイックサービスレストランホールディングスはオポルトを買収した。2011年6月、アーチャーキャピタルがクイックサービスレストランホールディングスを クアドラントプライベート育域から推定4億5000万ドルでレッドルースターやチキントリートともども買収した。2012年3月26日、オポルトはその時点で中国に展開していた3店舗をすべて閉じた。2013年、オポルトは西オーストラリア州最初の店舗をサウスパースに出した。オポルトのチリソースはポルトガル料理のピリピリを使ったソースで、 唐辛子、生姜、ニンニクが含まれている。オポルトはグリルされたチキンを中心に様々なファーストフードの品々を提供している。チキン製品のほか、ハンバーガー、ラップ、サラダ、副菜、デザート類も提供している。オポルトは同社が全面的にオーストラリア資本によって所有されている会社であると表明している。オポルトのチェーンは ファーストフードは健康的ではないという認識から距離を置くために提供するチキンが新鮮で冷凍物ではなくグリルされたものでフライではないと強調している。この他にもジャスト・ガッタ・ゴー、レジェンダリー・ソース・ウィズ・イレジスティブル・ホースといったスローガンを用いている。ありがとうございます。